ジョリーン・マリーは、インドネシアのモデル、歌手女優である。2019年、インドネシアを代表して、ミス・インターナショナル2019に出場。トップ8に残る。1996年5月15日、カリフォルニア州、サンターナに生まれる。父ロイ・グスタフ・ロティンシュルは、ミナハサ族の血を引く。北スラウェシ州タラウド諸島出身。母、アラリー・リー・コロックは、 カリフォルニア州ロサンゼルス出身のアメリカ人。姉、シレーナエリザベス・コロック・ロティンシュルは、ミス・セレブリティ・インドネシア2011優勝者。アカデミー・オブ・アート大学で、コミュニケーションとメディア工学を学ぶ。国立キリスト教学院マナド校で進学を学び、2018年、修士の学位取得。幼少期に、いくつかのテレビ番組に出演した後、2013年に、 アルバムグッドナイトマイラバーズに歌手として参加。女優としての業績は、夏季参照。2010年7月28日、14歳の時マナドを代表して、ミスセレブリティインドネシア2 0 1に出場。トップ5に残り、ミスセレブリティフォトジェニックを受賞。2019年3月8日、北・スラワシを代表して、プテリインドネシア2019に出場。 プテリ・インドネシア・リンク・アンガンを受賞、ミス・インターナショナルに出場する権利を得る。9月28日、国際連合環境計画のグローバル・ランドスケープス・フォーラムで演説する。12月12日、第59回ミス・インターナショナルに出場、トップ8に残る。ガンのサバイバーに捧げるリアリティドラマ。ありがとうございます。